ケムンパスは赤塚不二雄の作品に登場する架空のキャラクター。書出は猛烈当たろう。言葉を話すケムシ。その名前はケムシとシップ役のサロンパスから名付けられたとされる。目は片方が閉じかかっていたり、片目だけ笑った表情になったりしている。毛は顔に生えている。身体部分の色は決まっておらず、作品によって変わる。黄色か緑であることが多い。 一人称は、小生で、語尾には、ヤンスがつく。登場の際には決まって、ケムンパスで、ヤンスと発言。他には、人生なき笑いでヤンスも、発言回数が多い。落ち着いた性格で、危険な目にあっていてもほとんど表情を変えない。駒の隅に登場することが多く、そこでも、ケムンパスでヤンスなどと発言する。仲間のにアロメにいじめられることも多々あるが、 同時に大切にもされている。恋人のミノの虫と一緒に木にぶら下がっていることがある。書室は、猛烈あたろうであるが、天才、バカボンをはじめとする他の作品にも出演している。おそ松くんでは出番が多く、嫌味やデカパンたちに嫌われる役である。担当順、ありがとうございます。